あのキレのある加速、ナリタ・ブライアン、やはり資質を感じずにはいられないな。まだ荒削りですが、裏を返せばこれからいくらでも強くなる可能性があるということ。明日の選抜レースでの走り楽しみですね。おやおや、本番は明日だってのにすでに大注目って感じだね。まあその方がこっちの気合も入るってもんだ。姉さん、あ、あんたもブライアンを見てたのかい？ブライアン先輩はやっぱりやべえっすよ。なのにマジでタイマン張る気なんすか？ああ、大マジさ。あんた絶対観戦しにおいでよ。熱いレースを見せてやっから。姉さん、自分なんかのことどうしてそこまで気にかけてくれるんすか？私は私を強くしてくれるはずの連中が勝手にいなくなりやがるなんて許せねえ。それだけのことさね。さてと、トレーナー、いつまでもブライアンを眺めてないで、こっちも仕上げるよ。今日のメニューをよこしな。選抜レース、本日最後のグループの出走が近づいてまいりました。大注目は資質に対し高い評価が集まっている成田ブライアン。各馬娘ゲートに収まりまして、選抜第11レース芝 2000m スタートです。大きく逃げる先頭の背を眺めつつも、成田ブライアンは4番手から5番手、落ち着いた走りです。成田ブライアンをしっかりとマークしているのは7番手菱山アマゾン。ここで1周目を回ります。菱山姉さん、ぶっちぎり。成田ブライアン、成田ブライアン先頭、ブライアン先頭、3マシンから4マシン後続を突き放す。させるかよ、大満だ。やはり来たか。だが成田ブライアン、さらに加速、恐るべきスピード。菱山ゾンを突き放そうと動きますが、でりゃー突き放せない。菱山ゾンも加速。最後の直線、激しい戦いが繰り広げられています。姉さん、無理なんかじゃねえ、終わってなんかねえんだよ。負けても負けても何回負けても、それでも最後の最後、自分自身ってやつに負けちまわない限り、勝負に終わりなんかねえんだよ。うらが、んなみっともねえ顔で泣くんじゃねえよ。で、どうなんだい、学園を辞めるとかいう話はさ。綺麗さっぱり忘れてください。ズドンと気合入ったんで一から鍛え直します。そんで自分いつか姉さんとタイマー張れるくらい強くなるっす。おう、楽しみにしてるぜ。って、うん、アマさん、面白かった。またやろう。ふん、次こそは私があんたをぶっちぎってやるよ。首を洗って待ってな、ブライアン。ふん、菱アマゾン、君の勝負強さには感服したぞ。ぜひスカウトさせてくれないか。おっと、その話だが、悪いね、相棒は決まっちまったんだな、トレーナー。
ああ、ブライアンとタイマン張れたのは、ま、あんたのメニューが効いたってのもあったからさ。これからも熱い勝負をさせてくれよ、トレーナーさん。さんってのもなんか堅苦しいね。そうだ、トレコってのはどうだい？中堅トレコってか？悪くないじゃないか。ま、親しみを込めてってやつだよ。さーてと、次はドイツとタイマン張ろうかね、トレコー。